共通テストなし、はい、結果返ってきましたんで、ですね、自己採とずれるんですね。自己採だけで終わらせてはいけません。判定いきましょう。早稲田社会科学部、社会学科。そうで始まりましたもちチャンネル。さあ今回はですね、はい、小畑のお兄さんにおいでいただきました。はい、どうも第二の坂上です。もう宣言しちゃってるやん。いや、第二の栄オーディションで、そっか、もう宮武が脱退の後ですね。一回も会わなかったね。そうなんですよ、不機嫌でだって。そっか、帰る。あれは別に脱退はね、結構前から言ってたから、脱退したいみたいなのは。でその後で、いや別にいいよ、脱退してもいいけど、このままじゃ何も変わんないよって、このまま同じことを繰り返すだけだよっていうのだけ言ったら、いや、やります、大山説得しますって言って、だから平さんを準備したわけね。同じように平さんの、じゃあ相談でって準備して、そして現れた途端に、あの、脱退させてくださいって言っちゃう。なんで来た。平さんはじゃあその後どうなった。平さん遅刻してるから、だから会ってない。だからあれ、脱退動画通る予定じゃなかったんですよ。あれ別になんか彼が脱退するから怒ってるわけではありません。言わなかったことに怒ってる。でこの動画が出てる時に、そか、女性メンバー発表っていうのがあるんですけど、まだ会ってないですね。あ、会うんですね。僕どっかで会うんじゃない、多分。どっかのタイミングで。まだ志望大学とかは決まってないんですけど、早稲田って言いそうで怖いって。怖い。怖い。じゃあ、そんな中、共通テストなし、はい、結果返ってきましたんで、こちら、きちんと分析の方を見ていきたいと思うんですけど、はい、ですね、自己採とずれるんですね。意外にずれてます、ね。はい。ということで、自己採点と違ったので、共通テストなし見ていきたいと思います。多分サムネは自己採と違うじゃんって、こうやってやって。英語いきます。73点ですね、はい、ここ自己採入ってないんだ、まあ、まあいいか、目標得点入れてないのね。73点で偏差値60、学力レベル A。 あ、偏差値60で A になるんだ。知らなかったですね。そんなんでもう A なんだ。でリスニングが42点。あれ42点だった、32点だった。自己採の時32だったのが、だいぶ上がってますけど、なんででしょうね。それでもやっぱ偏差値は 47.5 ですね。やっぱ40代ですから、うん、すみません、 D です。はい、まあ早稲田なんで、ふざけんなとか強く言うことはないです。別にリスニングないんで、試験自体はできた方がいいですけどね、当然。そうですね。で国語15点で偏差値55。なるほどね、本当60と 47.5 の間ぐらいになるわけですね。で B ってことですね、うん、はい。学力レベルって今出るんだもんね。昔出なかったかね、こんなの。でここ120点、54.6 偏差値で学力レベル C ということで、あ、これそれぞれの細かいのは原文、語文、漢文だって紙のやつってさ、どの問題があってて、どの問題が×とかも出るじゃん。あ、よかった。実は模試の結果で出なかったら、模試の結果じゃないよそれ。評論33点、全国平均 27.6。 ここはもっと欲しかったですね、やっぱり早稲田だったらね、うん、評論の力欲しいですね。現代文、文学35。あー、29.4 平均、まあ普通みたいな。うーん、なるほどね。そして古文が29、平均が 19.8。 うん、やっぱそうだね。やっぱ漢文ですね、低いなって思ったのは、まあ自己採の時にも言いましたけど、やはり23で平均 27.1 ですからね。はい、やっぱり漢文は平均高いし、コメントでもやっぱり漢文簡単だったけどっていうのがだいぶ来てたんで、そうですね。手応え的にはでもどうだろう、合ってた。え、これも数値違ったんだっけ。現代文が多分5点ずれてた感じですね。うん、と下がったのか。いや、上がりました。上がったんだ。上がったんだ。へえ、まあまあ、模試ってやっぱちゃんと結果見なきゃダメだね。そしたら、そうですね、自己採だけで終わらせてはいけませんので、はい。で日本史が一番得意だったね、82点。ということで偏差値 74.8、 高っ。そんなに高い点数で、まあ1学期の一番最初だから当然現役生たちできないんで高くて安いんですけど、 S とかあるんだ、学力レベル。へえ、これも自己採とちょっとずれてた感じですね。あ、そうなんだね。何点だった、自己採は。85でしたね。あ、じゃあ下がってる。そう、一問だから下がってる。怖いな、マークミス。細かく一個一個出ないんだっけこれ、問題の。そうそう、それぞれの問題、なんか模試ってイメージで1、あ、出ます全部どこバス丸とかで、そこで見といた方がいいよ、模試。あ、問題とですよ。そうそう、見てどこマークミスしてんのか、なんか、そう、問題にマークしたのが合ってたからマークミスだなって思って。そうそうそう、だからもうやったね。そのマークミスって、まあ普通の問題だったらいいんですけど、パターンあったりする人あるので、こういう問題だとマークミスしやすいとかっていうのって実はあるので、そういうのある人は気をつけなきゃいけない。で英国地歴公民で、偏差値 63.1、 はい、文系で A ということで、いいじゃないですか、やっぱ明治にね受かるんだから。日本史のなんかあれで危険ですけどね、うん、じゃあ判定いきましょう。第一志望はこれ3つしかないの。
もっと書けないね。まあなんか学力レベル同じ場所書いててもなんか 見にくくなるだけかなと。え、何個まで書けんの？10個まで書けます。書け全部。すいません受けるとこ全部書け。はい。だってさ、詳細のとこで他の人と比べられる人だって。そっか、そうですね。そう、だから書いた方がいいですよ。なんで3つしか書かない？学力だけ見てもしょうがない。相手を見なきゃ、うん、はい、相手との比べてどれぐらいに。そうで、別にそれでがっかりするじゃなくて、ただモチベーション的に見てほしい。別にだってその人たちが全員受けるわけじゃないじゃん、うん、だからただ見て、あ、自分はこの人たちの中でここの位置にいるんだなっていう実感、あ、自分より上がこんだけいるのか、負けらんないみたいな、そういう実感を得てほしいために模試のやつはやってもらってて、別にこれの判定を気にするのと一回も誰にも言ったことないし、その自分自身はいい判定で、ね、全部いい判定で別に受かったわけだから、なんでそこを気にする必要はない。ただモチベーションになるんですよ、あれは。やっぱりまあまあいい判定だって自分が言うのもなんですけど、こういつもこんなに上がいるんだって思いながらいたのを覚えてるんで、はい、早稲田社会科学部社会学科いいです。はい、そうでしょうね、はい、それはね、学力レベル A って出たって早稲田はいいなんですよ。わかりました。それぐらい違うから、壁がすごいですからね。え、これ詳細をやると何が出てくるの？なんか順位っぽいのが出てきて、そう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 、そういうの順位出るでしょ。はい、そこそこそこがモチベーションにつながるんで、だから受ける小学部とかもさ、そのこんだけ俺の上にはいるのかみたいな、それを味わってほしいわけですね。ほら、第一志望者の中では298位、1098人中で58偏差値。そうだから、さっきの60いくつあっても、うん、早稲田社学志望では58、総志望者の中では824、 58.2。 だからやっぱ50代になっちゃうわけですからね、その人たちの中では。でしかもこの中では全然学力もない人たちも書いてるわけだから、うん、その中でこうだから、すげえ学力がある人たちもいるってことなんで、ボーダーライン 67.5 だからね。はーいか、はい。で英語が58、電気、まあ、リスニングあんま関係ないけど、数学で受けてる人たちもいる、53.7。社学だといますね。で国語 56.9、 理科ね、そうか、受けてる人もいるか。で 57.4 と、はあ、ははあ、平均も当てんなんだよ、下のレベルの人たちも受けてるからじゃあ明治いきましょう。受かった明治小学部、判定は B ということで、はい、B 判定ですね。まあでも本当に明治も E 判定以外取ったことなかったからああじゃあよかったね、うん、まあ気持ち的には。偏差値でボーダーラインが60だったんだ、偏差値。なるほどね。順位591人中24位、おお、総志望者数3099人中348、素晴らしいじゃないですか。うんうんうん、平均51か、なるほどね。やっぱり早稲田と比べても偏差値はまあ当然差があるね、平均。うん、どれどれ。ただまあ同じですけど、まあ、全然できない人たちも受けてるっていう状況なので、まあ特にね、現役生なんか凄さも分からずに、とりあえず早稲田、とりあえず明治みたいな人すごくいっぱいいるので、まあこれね、受かった人ですから当然受かった人それぐらい取れてないとね、思いますね。で最後3つ目、その学習院です。学習院経済学部が A ということで、はい、 A 判定です。ダメですよ、鼻伸ばしちゃう。日本史が良かっただけですからねそうですね、うん、お1位取ってるしあれ、あ、ほんとだあ、でもあれって第一志望者だから、これ第一志望者141人中、そこ第一志望者に加えられるってこと、これ。じゃあ第一志望って書いてる人にプラスで自分が第一志望って書かなくてもいい、受けられるんだ ね。で総志望者数872人中37位というね。なるほど、こういう感じ出るんだな。やっぱ一科目だけバーンと高い人ってこういう風に1回目の模試だと出るんだね。そうですね。で昔はマーチってこういう人で合格できたんですよ、余裕。そう、一教科だけむっちゃ高くて、あとあんまできないけどみたいなんで合格する人結構いたんですけど、今無理だからね、マジでむずいあ、そうなんだ。明らかに今の方が受かんないとか、できる人たちとかもう枠が少なすぎるから、本当にできる人じゃないと入らないから、いや相当大変。4技能利用の点とか見ててもそう、むっちゃ高いので、マーチはやっぱ使ってるし、本当仮にやっぱ苦手科目あるけど何とかしたっていう人が多かったんですよ、昔は。一教科ずば抜けてて、でもう一個何とかして、一個はダメだけど、今苦手科目あるとダメでしょ、大変な戦いになってますね。まあ早慶はもっと大変だから当然、もう苦手がちょっとでもあったらもうスパッ、そうそう、だから早慶嘘だ受かると思ってたのにって人たちがやっぱ近年はなかなか無理だなっていう状況になっちゃってますので、はい、でその早慶受かると思ってたのにっていう人たちがマーチの枠取ってっちゃうからね。だからマーチがもっともっと激戦になるので、はい、受験は大変だと思いますので、はい、まあ、引き続き頑張っていってもらえればと思うんですが、まあただね、自己採用は結構危険だっていうのはよく分かったんで、はいはい、あと模試の見方ですね、判定じゃないです、モチベーション。
ちょ、1位になってくる。こんなになっちゃダメですからね。絶対なんないですよ、はい。という感じで、そう。だから分かりましたね。学習院 A でも忘れる E なんですから。これ、G マーチとの壁ってこういうもんですから、それぐらい全然違うものですので。はい。という感じでした。じゃあ、次回はね、どういう勉強をやってるのかっていうのを聞いていくと思いますんで。はい、あ、あとあれですね。明治の開示だね。はい、はい、そちら見ていきますので、帰ってきたやつダメだった学部の開示です。書きましたんで、そちらを見たいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you, team.